照英 TV プレゼント企画、肩、肘痛の予防、軽減、ブレイスレボ投球サポーターを5名様にプレゼント。投球時の内旋、海内の動きに注目。サイズは当選後に選ぶことができます。詳しくは詳細動画をご覧ください。はい、どうも、りょうへいです。よろしくお願いします。はい、ということで本日埼玉県入間市モンタンスポーツさんに来ております。いつもありがとうございます。ということでね、撮影日が6月の10日ということで、1週間後に父の日があるんですよ。ちょうど1ヶ月ぐらい前、母の日があって、母の日過ぎてしまって、公開日にはもう父の日も過ぎてしまってはいるんですけれども、 Z の限定グローブということでね、母の日しようと父の日しようの、グローブがモンタンさんに入荷されておりましたので、そちらの方の紹介をさせていただこうと思います。毎年、まあ父の日母の日って毎年来るのでね、撮影日現時点では残っていたりとか、まあネットとかでも買えるはずなので、毎年その日だけ使えるなんていうところもあるので紹介していきます。まずね、母の日モデルからいきましょう。はい、これが母の日モデルです。前原さんの撮影の時にもちょろっと出させていただいたグローブですね。じゃあちょっと1個ずつ。はい、こちらが源田選手モデルなしのダブルベルトだから小指2本使用モデルとなっています。前原さんの時にも言ったんですけども、皮見てください。これバラなのかな、ぽくない、こんな感じの肩押しが背面の方にはされていて、まあ補給面はね、普通の肩押しなし、まあ当たり前ですけど、のグローブとなっています。本体カラーがピンク、キャメルですね。玉はみ、照り側がゴールド、ウェルダーラベルとなっています。なのでね、まあ仕様としては普通の源田選手モデルと一緒かなと、いったところで、皮の張りもね、こんだけ染色されててもパッチパチにガッチガチになっているので、まあ、品質としても全然問題ないかなというところです。限定グローブなのでね、 Z さんにはこうオーダーと入っています。続いてがこれですね。こちらが今宮選手モデルの方ですね。カラーリングとしては一緒で、縦の一本ラインがキャメルのカラーリングとなっています。確かね、なんか Z さんも呼び名があった気がします。で、まあさっきのね、源田選手モデル同様、ここにね、 Z とっと背面刺繍がね、中指の方に入っています。これもね、すごいカチッとしてるグローブですね。 Z のグローブって全般的に言えるのは、僕も今宮選手モデルだとか、源田選手モデルだとか、あとキャッチャーミットだとか持ってはいるんですけど、やっぱね、最初硬いんですよ。かといって分厚いわけじゃないので、手馴染みがよく、どん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 成長していけそうなグローブだなっていうのを常に感じているので、これもすごいね、まあもう母の日終わってしまいました、おすすめのグローブとなっています。そしてね、これもあるんですよ。じゃじゃーん、キャッチャーミット。これはこっちにラベルがあるということで、小林誠司選手モデルとなっています。でかいんだよね。自分が持ってるナイトブラックとキャメルのミットも、ネット上では一応小林選手型とはなってはいるんですけれども、正式な小林選手モデルはこっち、まああれが型で、これがモデルなのかな。あれよりね、ちょっとでかい気もします。あれも十分でかいんだけど、といったような感じで、面がすごい広いキャッチャーミットだなっていうのがはめた感じでありますね。で、親指芯があれよりかはほんのちょっとだけ厚めかな。まあそれでもね、以前の Z に比べると全然ここも細くなったかな、薄くなったかなっていうような感じがします。ウェブの内側にも肩押しがされてて、ウェブ自体はもう全体肩押しのミットとなっています。まあ、ちょっと大きいから重いかなと思いつつね、しかも染色もされてるんで若干重いのかなとも思いつつ、そんな全然重いっていうこともなく、大きいミットにしてはすごい操作性もかなりいいんじゃないかなとは思っています。はい、これがね、今3つ、1,2,3 と紹介してきましたが、これが母の日モデルのキャッチャーミットとなっています。母の日、さっきも言った通り過ぎてしまいましたが、まあ、まだ残ってはいるし、来年も母の日来ますから、グローブね、1年間で1日しか使わないってこともないと思いますし、ピンクもちろん好きな方もいると思いますので、ぜひぜひそういう方には向いているグローブなので、気になった方はモンタンスポーツさんへお越しください。じゃあ次、父の日行きましょう。はい、ということでこちらが父の日モデルです。源田選手モデルと今宮選手モデルとなっています。じゃあちょっとね、こっちも源田選手モデルからいろいろ紹介していこうと思います。ということで、これも片押しと一緒は一緒なのかな。カラーリングはサックス、キャメル、ゴールドがところどころあるっていうような感じのカラーリングで、先ほどの母の日仕様のグローブのピンクの部分を全部サックスにしたような感じの配色となっております。型も一緒かな、全く指股なしの背面紐通し仕様なので、これに関しても小指2本入れの源田選手モデルとなっています。小指2本入れ仕様っていうのはセンターラベルなんだよね。元々の源田選手モデルってこっちだったんだけど、小指2本入れ仕様の方はこっちにあるっていうのが見分けのポイントかなっていうのを思っています。これはこっちの方が好きかもしれない。カラーリングはサックスっていいよね、映える。これはね、父の日だけじゃなくて夏とかでもね、すごいこのグローブで守ってたら映えそうな配色をしているグローブとなっています。じゃあちょっと次は今宮選手モデル、こちらね、同じように今宮選手モデルとなっています。カラーリングがピンクがサックスになっただけで、まあ、そこが変わった以外は他のカラーリング自体は全部一緒かなと
なっています。本当にね、肩もね、母の日モデル、この触った感じの肩も本当に母の日モデルの今宮選手モデルと何一つ変わらない。一個一個のグローブに対しての個体差が少ないので、他の今宮選手モデル使ってて限定から欲しいなんて人もこれもすごいいいのかなというふうに思っています。軽いね、本当に。ちょっと全く父の日母の日関係ないんですけど、今宮選手今年なんか小指2本でキャンプの時使ってるとかっていう話を聞いてたので、今はどうなんだろう、僕ちょっと今終えてないんですけど、その情報に関して実際小指で使ってるのかどうかっていうのも気になりますよね。僕は小指で使ってるので今宮選手モデルっていうところを考えると、ちょっと型変わったのかなとかっていうのも気になるところですし、いろいろ見ていけたらなと思っています。はい、ということで本日は、Z のプロステイタス軟式の限定ね、母の日モデルと父の日モデルの紹介をしてきました。まあ何回も言っている通り、グローブで、その日のために使うっていうのはすごいもったいない話ですし、全然まだまだね硬いグローブなんで、むしろその日だけで使うのであれば20年ぐらい使えんじゃねえのぐらい、品質もしてますし、でもいいグローブなので普通に通常通り使うんでも自分のイメージカラーだったりとかしたらすごいいいと思いますので、ぜひぜひ皆さん気になった方はチェックしてみてください。はい、すいません、危ない危ない、値段を言わせるところでした。母の日モデルも父の日モデルもどっちも同じ 42,900円となっています。さすが限定品だね。高いっちゃ高いですけど、買う価値は全然あるんじゃないかなと思っています。で、キャッチャーミントが 44,000円となっているので、安い公式ぐらいの値段はしますけど、まあこれはね本当にカチッとしてるすごいいいキャッチャーミントなので、普段使いも全然できると思うので、ぜひご検討してみてください。ということでね、こういった限定のトレーニングバットもあったりとか、あとはね Z さんは毎年バッテを出していたりとかいうのもあるので、父の日母の日に限らず、その自分のテーマカラーで統一したいっていう人なんかはこれを機に買い揃えるのもありなんじゃないかなとは思っています。はい、ということで今回撮影させていただきましたモンタナスポーツさんの各種リンクは概要欄にありますので、皆さんチェックの方をよろしくお願いいたします。はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではよろしくパパママ、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではよいしょショウヘイ TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。